はい、というわけで皆さん、おは、こんにちばんは。今回もお得にお届け。ただのレイでーす。というわけで、もうタイトルからしてやばいようなゲームを見つけてきたんですけども、最高におバカなゲームっていう。私、よくアホとか天然とか言われるんですけど、そんなアホで天然な私が、このおバカゲームをやったらどんなことになるのか気になったのでやっていこうと思います。もうこのキノコからしたら頭おかしいやろ。なんか口パッチみたいな顔してんね。じゃあやってみよう。なにこれ、パズル？え？あ、26ある？あ、話しでえわ。あ、1からやれってことだな。なにこれ、食べ物を探そう。食べ物？え、ないじゃん。え、食べ物なくね？これダイヤモンドでしょ？これ本でしょ？これあれでしょ？え？え？なに？コーンに入ったソフトクリームを組み合わせよう。そういうこと。あ、じゃあこのチョコレートの。え、これさ、アイスに見えないよ。え、違うの？え？違うって言われたよ。え？ないっていう。え、コーンに入った、あ、これ？これ？あれ？反応しないよ。反応しないよ。え？違うって言われたよ。違うってよ。ね、これなんだけど。ね、押してるよ、私。あ、こういうこと？もう二度と食べたくない。かぁ、気持ち悪い。やだおめえ。え、なにこれ、最高におバカっていうか最高に考えるゲームじゃんこれ。え、うちいけるかな。ん、海賊の手を見かけたか、彼のために装着してあげよう。え、右手ないじゃん。どうすんの。え、どうすんの。え、え、どうしようもできないやん。え、どうすればいいのこれ。ヒント見よう。ハテナを見つけたかな。それが、あー、そういうこと、これ、あ、こういうこと。うわ、めっちゃ考えるにゃ。IQ にチュッチュしたいよ。IQ にチュッチュしたいよ。そんなこと言われても、あ、私わかんないよ。小さい順からトランプをクリック。小さい順から4、7、これこれ、こう、あ、よかった。あ、6と9ね。騙されないように気ぃつけなあかんな。そうやってこう。周りと違う羊を1匹見つけよう。え？え？え、わかんない。息吹きかければどうなるかなって思ったけど。え、どうしようもできないじゃん。どうすんのこれ。え、ちゃうって言われる。どれ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 ？全部違うじゃん。1匹これもう10、全部違うんじゃないの？全部一緒でしょ？わかんないよ。ヒント。シェイクしてみると誰が車に酔うのかな？なにそれ？シェイク？あ、すごい、酔った。すごい、この羊、車に酔うよ。なにこのゲーム、新しい。え、どれがスプライトなのかな？え、じゃあ、スプライトもこれ振ればわかるのかな？振ってみますね。逆にしたらとか。え、ダメ？わかんないよ。え？ラベルをきれいにする。あ、ラベルをきれいにすればいいの？わかった。あ、スプライト。あ、これ？あれ？スプライト。これ。あ、そういうこと？これ全部飲んだことあるよ。そうな。なにこれ、新しい。トムが財布をなくしてしまった。彼を喜ばせよう。なに、課金しろってこと？財布？喜ばせたよ。あ、こういうこと。うまい、その通り。これが不思議な表と裏の両面なんだぞ。すごい面白い。え、鳥の群れの中からカモ？カモ？カモ？カモってどれ？カモを素早く5つクリックしよう。いや、カモってどれ？どれカモってわかんな。全部一緒じゃん。あ、終わっちゃった。あ、ダメだ。なんかダメって言われた。なんで？なんでなんで？わかんないよ。カモでしょ？カモでしょ？カモ。1、2、3、4、5。これでいいんじゃないの？ダメ？多分これで
よしなはず。ダメかな。ほら、できた。オッケーオッケー。算数上手だね。わかんない。え、周りと違う一匹？え、これまたあれじゃないの？これまた振ればいいんじゃないの？あれ、ダメだ、今度。え？今度、この羊どうすればいいの？落ちたりとかしない？どうすればいいの？わかんないよ。わかんない、わかんないよ。わかんない。ふんふんふん。振ってもダメ？長押しとか。ダメな、あ！あ！できた！知ってる羊の群れだ。すごいすごい、なにこれ？サッカーボールをスクリーンの外に動かそう。これ乗っければいいんじゃないの？あれ？乗っければいいって問題じゃないの？え？ん？ん？あれ、これが動くから、あ、これ動かせばいいとか。ん？あれ、500キロ乗っけらんない、なんで？これ外して、これ外して、これ乗っけるとか。え？どうすればいいの？なになに？サッカーボールの文字。サッカーボールの文字をどうにかすればいいの？あ、これ？あ、そういうこと！あの丸いやつはサッカーボールじゃないよ。ねえ、なんかさ、バカにされてるみたいに嫌なんだけど。いや、そんな発想ないで。どれがコーラなのか、これも振ればいいんじゃないの？振ってさ、ほらほら、やっぱり。これは分かったよ。何？シャンパンも吹き出す？前のゲームやったことあるような。ねえ、やったよ、やった。何？ネクスト。え？アークを動かせってこと？えい。えい。あ、できた。あ、これでよかったんだ。女に仮装した男は誰？え、わかんな。あ、え？逆にするとか。かつら。ねえ。ねえ。ダメ、こういうのよろしくない。なにこれ、逆にしてこうやんなきゃダメってこと？ねこ、なにこれ、これはひどい。これはひどい。ん？最大の数値を組み合わせよう。最大？最大は、これ上からやってきゃいいんじゃないの？そうすれば、いいんじゃない？え？違うの？そう。え？最大の数値を組み合わせよう。違うの？こう？え？ん？違う？え、なんで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 だ？最大の数値だよ。最大の数値ってことはこれさ、高い順からやってきゃいいんじゃない？違うの？そういう問題じゃなくて。え、違うの？なんで？え、なんでわかんない？え、わか、あ、わかった。私わかっちゃった。これだ。わかります？無限ってことですよ。ほら、やっぱりな。無限大。ほらほら。これわかった。男の子を、アイサダックを起こそう。え、あ、起こせばいいの？えい。あ、リンゴ落とすとか。あ、違った。これもダメ？ダメ？降ったらなんか落ちてこない？あ、ほらほらほら、落ちてきた。アイザック・ニュートン。そうそうそう、ニュートンの力をね、使わせてもらった。全然知らなかったけど。五角形を探し出そう。五角形作るの？五角形を作るってまだ難しい。あ、これいいんじゃない？こう。ほら、できた。あ、来た来た。これは簡単だった。もうバカでも分かったよ。小さい順から果物を切ろう。え、小さいものから？ほい。ほい。ほい。終わり。うん、かぼちゃはね。あはは。うん、かぼちゃは野菜ですからね。パンプキンだ。パンブーキンっておるからな、サイヤ人に。あ、アイサダック。おしっこしたくなった。トイレを見つけよう。ああ、そういうこと？ああ、そういうことね。これ逆にすればいいんじゃないの？あ、ダメだ。振ればいいとかってそういう問題じゃない？え、どうすればいいんだろう？あ、これめくるとか。あれ違う？これ男の子にしなきゃいけないんだよね。こういうこと？え？どうすればいいの？なんかこの人動かせられるんだけど。どうすればいいの？え、違うの？え、どうすればいいの？行けばいいじゃん。お前女子トイレ入れよ。もう女子トイレ入れって、今おらんから人。人おらんから入れって。お前入れ女子トイレ。もうわかんない。アイサダックって
って女の子でしょ。ね、女の子だってあんた絶対女の子だって。女だから、女だから入っていって、入ろう入ろう。ねえもうって結局ヒント見るけど、何？女子トイレのスカートを拭き取れ。女子トイレのスカートを拭き取ればいいの？こういうこと？あ、いけた。あ、そういうこと。よく言った。え、最小の数値を組み合わせよう。最小の数値？最小の数値を組み合わせよう。3、4、5。だよな、そう簡単にうまくいかねえよな。え、どういうこと？なんかすんだろうな。何すんだろう。これも違う？どうすんだろう。わかんないわかんない。どうすればいいの？もうこ、何？小数点に注意しよう。小数？なるほどね。簡単じゃない、わかんないよ。タオルが干すまでシェイクしよう。干すまで？こういうこと？あ、これは簡単だね。携帯飛び出さなくてよかったね。ほんとだよ、シェイクしたらなんか吹っ飛びそうになるわ毎度。次の画面を注意よく深く寝るんだ。また寝ちゃった。寝たね。何？注意深く見ればいいの？ニュートンの力でしょ。あれ、ニュートンがまた寝ちゃった。振ればいい問題じゃないの？あ、消えた。どれぐらい Z を出現したから、見てなかった。わかんない、見てなかった。あ、来た。あ、よかった、編集者の俺が笑ってしまった。普通に振ってたわ。丸を見つけよう。あ、これも簡単でしょう。これ、あれあれ、あ、あ、こうか。こういうこと？違う、こうじゃダメ。これダメ？これダメ？丸？わかんな。丸とかどうすればいいの？わかんない。丸でしょ？これ。適当にやったらマジで合ってたよ。本当にだん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 なんか勘が分かってきたよ。すべてのお皿にイチゴ。これもう一個入ってるとか。つなくて。いちご、あ、これでいいんじゃない？あ、ほらできた。いやいや、こんないちご食べる気がしない。わかったわかった。うん、またアイサダック。ね、アイサダックどんだけいんの？アイサダックってさ、何人もいんの？さっき違う人だったよね。視力を良くしてあげよう。視力を良くしてあげよう。メガネ外せばいいんじゃないの？違う？視力を良くするんでしょ？視力を良くするんでしょ？良くでしょ？で、これは結局どうしてあげればいいんだ？はい。メガネをきれいに拭き取るんだ。あ、そういうこと？こういうこと？あ、そういうこと。そりゃそうだ。わかんねえわ。アイスダックは二重まぶたなんだ。知らねえわ。わかんねえわ。うん？足を肩の上に置こう。足。あ、これ？これは一緒だね。肩でしょ。あー、こういうこと？足を肩の、こういうこと？やっぱそうだ。目にしたもののすべてだ。そういうことね。どのマグカップが大きいかな。これでしょ。やっぱりな、そう簡単にうまくいくわけねえよな。ほれ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 、どのカップ？あ、カップってもしかしてこれ？あ、やっぱりそうだね。ねえ、わかんないよ。カップって言われたら普通さ、マグカップ選ぶでしょうに。3つの数字のクリックして、総和を10にしよう。10？ 総和を10。3つの総和をクリックして？わかんない。あ、わかった。多分わかった。10だよね。総和10にすればいいんだよね。和だから足すんだよね。あ、そっか。3つの数字をクリックして総和でしょ？ 1 たす8は9。5、8。
かんないよ。こうこうこう。あ、違った。嘘。もうわかんないわかんない。もうヒント何？ 1 たす1たす 8？ 1たす1たす 8？1 ってどこにあるの？ 1 たす1たす？これ？これ？1ってどれ？ 1 たす1たす8ってどれ？1たす1たす8ってわかんないよ。1ってどれ？あ、こういうこと？あ、1ね。またタイトルだけ注目してただろう。やっとわかった。1ね。そういうことか。やっとわかった。何？プログラマーの B 君が殺された。彼の遺体はキーボードに伏せている。とんでもねえ事件だな。急にこんなおバカな。おバカな話じゃねえよ。パソコンのスクリーンには2WSKSDR5 の暗号が残されている。では犯人は誰だ？いや、わかんないよ。殺された？わかんないよ。一個ずつ押してったら出てくる？あ、ビビアンなんだ。キーボードを見ればわかる。あー、そういうこと。あー、そういうことか。なるほどね。適当に押してったらなんかクリアできたけど。エレベーターを一番高くしよう。押せばいいんじゃないの？え、また振ればいいんじゃないの？違う？え、ヒント。エレベーターの文字を高くしよう。あ、そういうこと？こういうこと？あ、そういうこと？お前の IQ 沸騰している。わかんないよ、もう。緑色の図形を3回クリックして、すぐに黄色い、123、12345。え、なに？え？え、違うの？え？ 3 回クリックしてすぐに。あ、そういうことか。騙された。騙されたんだけど。ね、本当に。これはひどい。今日は私の2歳の誕生日。よかったね。2歳の誕生日だから何？ハッピーバースデー？ハッピーバースデー？こういうことね。タッチすることを普及したいだけだ。他にも反応したんだね。2本指でこれ反応するんだね。押したらね。任意のところをクリックして次のステージへ。クリックしたらどうなんの？ぼーっとする。ん？え、任意のステージへでしょ？何？リラックスしよう。初めからをクリックしてしまったら、もう寝るしかない。え、今のでよかったの？黄色い写真撮ろう。うわ！え？え、黄色いカモちゃんでしょ？え、どういうこと？どういうこと？うん、レンズを黄色いカモちゃんの文字に合わせるんだ。レンズを黄色いカモちゃんの文字に合わせる。黄色いカモちゃん？レンズを黄色いカモちゃん。あ、こういうこと？あれ違う？こう？あ、できたできたできた。そういうことか。わかんな。青いボタンを10回クリック。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1。え？どういうこと？ 10 回クリックしてから赤いボタンを1回クリックしよう。合ってんじゃん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1。騙されなかったぞ。もう騙される。前のステージのエレベーターは最高何回まで行けた？ 15。これは覚えてる。ちゃんと見ましたよ。ルームメイトが寝ようとしている。光を消そう。切ればいいんじゃないの？光を消そう。割るとか。え？光を消そう。またヒント見てきたけどさ、携帯のスクリーンを下に向いてテーブルの上に置く。携帯のスクリーンを下に向いてテーブルの上に置く？これ？
どういうこと？できたし。どういう仕組みってか、これ考えた人は頭いいんじゃないの？え、黄色いカモちゃんの写真を撮ろう。出た。出た。あ、なるほどね。今ね、スマートフォンを動かしてるんですよ。どう？え？黄色いカモちゃんの写真を撮ろう。違うの？あ、撮れた撮れた撮れた。こいつをよく覚えただろ。覚えたわ。禁煙禁止。これはわかるよね。え、喫煙禁止でしょ？はい。え、どういうこと？なんでこれ合わせらんないの？え、どういうこと？タバコを消すんだ。あ、そういうこと？これ消す。あ、そういうこと？全然わかんない。おバカっていうかさ、もうこれ頭考えるよ。この前のエレベーター、え？あ、それ9回でしょ？覚えてるよ。覚えてる覚えてる。覚えてるよ。日が暑いな。美女のために日光を防ごう。日光を防ぐ？え、これまた。日光を防ぐ？こうやってまたやればいいってこと？あー、なるほどね。日光を防ぐ、そういうこと？箱の後ろは何だ？鳥。これは簡単。So easy。簡単だな。日が暮れた。ルームメイト本を読んでいる。光をつけよう。こう？逆にこう？二つの指で切れた二つのコードを押す。あ、こういうこと？自分の手で繋げようってことか。難しいな。これさ、頭使わんとできへんわ。難しい。